はい、今回は奪われる職種ではなく新たな職業をお伝えしようと思います。仕事が奪われるチャット GPT 時代の新たな職種についてご説明します。はい、こんにちは、こんばんは、カーゴンです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルでは私、生成 AI エヴァンジェリストのカワゴンが、生成 AI の情報などを伝えたり、生成 AI を活用して自身のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するために有益な情報をお届けしますということで、今回で第10回目になります。今日はですね、AI コンプライアンスマネージャー、AI コンプライアンス、オフィサーっていうやつをちょっとやっていこうかなというふうに思います。もうちょっとね、もう後半になってくるとね、ちょっとまあセキュリティとかコンプライアンスとかね、ちょっとね、守りに入るような感じの職種になっていくのかなとは思うんですけど、まあ倫理系のやつとかもやったんで、まあ今回はちょっと AI コンプライアンスマネージャーっていう感じですね。はい、今回も内容もですね、AI リテラシーエディケーターの井口さんの方にお願いしようと思います。はい。井口さん。はーい。皆さん、こんばんは。こんにちは。こんばんは。おはようございます。こんばんは。おはようございます。おはようございます。はい。今日もやっていきましょうか。はい。はい、僕今日疲れてたんですけど、はい、なんか、はい、先生のお話聞いてたら目が覚めました。はい、もうなんか。よかったです。よかった。今も、まあ、毎回このね、はい、収録の前にいろいろ話すんですけども、あのその時の僕の話で、はい、すごい元気が出たんですよね。はい。もう10センチ飛び上がりました今。まあ人の不幸は蜜の味っていう。いやいや、それそんな言ってないよ。そう言っちゃうか。そこまでね、そんな言ってない。あ、そこまでね。はい。今日は、どんな感じでしょうか。あ、はい。今日はですね、コンプライアンス会の最終回ですね、はい、AI コンプライアンスマネージャー、コンプライアンスオフィサーという職業についてお話ししていけたらなと思います。はい。はい。この、記事、フォーブスのですね、12個の新しい仕事の中から、取ってきて、トピックにしているというものになります。はい、で、今日が、第10回になります。はい。もう10回なんですね、すごい。もう長いですね。気づけばということなんですけども、はい、まずコンプライアンスって何っていうところなんですけども、ね、本当に簡単に言うと、はい、まあ、ルールとか法律を守ることっていうのがコンプライアンスになってます。はい。うんうん、はい。で、まあ、生成 AI すごい便利なんですけども、はい、まあ、一方でコンプライアンス、まあ、どちらかというと、まあ、あの何でもかんでもやっちゃダメっていう、あのこう圧力をかける方になるんですけども、はい、まあ、これ非常に大事です、はい、で、まあ、企業にとって、まあまあ、国とかあの自治体とかそういうのも全てなんですけども、はい、まあ、そういったあの組織の中で組織の活動の中でコンプライアンスが守られてないといろんなデメリットがありますと。はい、で、一つが、まあ、事業運営の、まあ、規制当局、まあ、これはあの国から派遣されたそういった組織によって調査監査されたりとか、はい、まあ、特定の製品とかサービスが販売停止になってしまうということで、はい、まあ、営業機会がそもそも失われるというリスクがあります。はいはいはい、で、まあ、社会的なあの風評被害だったりとかそういう評判によっての落ちることによって、まあ、ビジネス機会が、まあ、これもそのあの減少する、はい、で場合によっては、市場から撤退せざるを得ないということであったり、はい、あのまあ、個人情報の漏洩があって、法的の責任や、損害賠償がということであったり、はい、まあ、あとは投資家とかステークホルダーから、信頼をして、あのまあ、支援がなくなってしまうというようなあの、まあ、これ基盤ですよね、コンプライアンスって。何かこう事業活動をする上の、あのこれが成り立っててやっと初めてできるということなので、あ、非常に大事なあのものかなと思います。はい、はい、なるほど。はい、はい、で、ここで出てくるのが、まあ、AICO ということで、AICO、そうですね、これはあのあの AI コンプライアンスオフィサーをそのまま頭文字取った。なるほど。俺なんかアイコって呼んじゃったの。そうですね。カブトムシとか、なんか新しい芸能人かなみたいな。なんかしゃれてるやん。でもあの、あ、すみませんね。あの英語のあの記事見てると全部 AICO って書いてあったので、まあそれぐらい浸透してる、今となっては浸透しているあの役職というか職業の名前になってるそうです。で、まあ、あの企業内 の、 あの AI が正しくコンプライアンス通りに動いてるかとか、あのそれを作るプログラマー
あとは、ユーザーっていうのを、まあ、監督する、人間の従業員のことを AICO というふうに言いますと。うん、AICO って言うんですね。そうですね、AICO。はい。だからもう、もう生成 AI の世界では AICO って、コンプライアンスオフィサーかってなるということなので、うん、皆さん覚えて帰ってほしいなと思う。わかります。はい。はい。で、AICO の主な任務としては、体制の構築ですね。はい。まあ、後で出てくるんですけど、まあ、企業、大きい企業になると、倫理の委員会みたいなのが、設置されるということで、はい、それが正しく機能するための設計であったり、体制の設計と、はい、そういう倫理、コンプライアンスが正しく遵守されるような体制を作ろうというのが AICO の、重要な役割になってます。はい。でその体制作った後の取り組み推進というところも大事になってくるかなということで、まあ戦略策定とかちょっと上とかぶってたりするんですけど、あ、まあでもそっか、社内の AI ポリシー、例えばチャット GPT、オープン AI とかもこの前一緒に見たんですけど、まあポリシーとか策定してますし、まあああいったポリシー作るっていうところが一つ仕事になってきます。であとは、AI が、倫理的に行動する、設計とかを考えていくっていうのも仕事になりますし、あとは、説明可能性っていうことで、さっき監査の人が来るとかっていう話があったんですけど、そういった方たちに、どういった仕組みで今動いてて、倫理的に問題がないっていうようなことをちゃんと説明できるっていうこともしないといけないということです。なるほど、はい。で、あとは、あと気になるところといえば、監査可能性ということで、さっきのとちょっと似てるんですけど、ちゃんと AI の動作を、監査の人が来た時に、ちゃんと、証明できるように、状態にしておくということですね。こう、ブラックボックスにしすぎて、中身がぐちゃぐちゃになってるか、ってなっちゃうと、もうお手上げになっちゃうんですけど、そこがちゃんとここ見たら、ほら、コンプライアンス通りになったねっていうようなことが証明できるような状態っていうのになってるかっていうのを監視するのも重要な仕事かなと思います。なるほど。であとは社内で、そういったコンプライアンスに対する考え方と教育周知するっていうことも、この AICO の重要な役割となっています。なんか今日は勉強になる今日はなんかしっかり作られてる、なんかちょっと文字数多いんかですけどそうですね、ちょっと分かりやすい、調べてきました。はい。で、これがですね、KPMG っていうコンサルティング企業から取ってきた資料になるんですけども、はい、こういうコンプライアンスの体制っていうのは各企業で取られつつあって、ただこう大枠っていうのはどこの企業も共通してるようなものになってきてそうなんです。で、そういったことで大枠 の企業のコンプライアンス体制のイメージっていうのが、公開されてました。はい。で、まず大きい枠組みの中で、社内の中倫理委員会っていうのが立ち上げられると。でこれが、経営層とかと直接つながっていて、AI のポリシー策定とか審査助言とかを行うような事業部とかに所属せずに経営全体として見るような倫理委員会というものが作られる。で、それとあと事業部があるんですけど、その中間層で、あらゆるこう事業部門でコンプライアンスの部分を管理するっていう管理部門っていうものがあると。でこれはですね、決められたポリシーに関連して関連ルールを、したり、あとは、ハイリスクな、ユースケースを確認して AI 原則への、導入をするということで、事前にこういったことは問題っていうのを検知して、各事業部にこういうの大丈夫ですかとっていうのを徹底するように仕向けるというような、こう自分から先に動いて問題が起きないようにするっていうことをしないといけないというですね。従業員へのトレーニングアドバイスと、で最後が各事業部の
けるあのリスクマネジメント推進担当と、まあ、これは会社の規模にもよるんですけども、まあ、従業員の中で、まあ、そういったものを担当する委員会を割り当てたりするっていうこともあると思います。はい、ここはあの、まあ、事業をあの推進していく中で、まあ、そのコンプライアンスサポートたり、あとはあの、随時あの、まあ、懸念事項があったらあの推進チームに、まあ、こういうあの心配はありそうですっていうものを、まあ、挙げるということで、まあ、ここはその事業部とは事業部の中にはいますけども、この事業 の, あの、まあ、利益を上げる人たちとはちょっとあの離れて、あの、まあ、きっちりあの会社が利益を出すっていうだけじゃなくて、まあ、そういったコンプライアンスも取ってるかっていう冷静な目で見て随時この推進チームに挙げるっていうような、まあ、仕組みが必要かなということで置かれる状況ですね。はい、これ推進担当もみんなこの、まあ、イケイケどんどんで利益が作りたいっていうふうになってしまうと、やっぱり長期的に見たときにあの後から問題が起きてってなると、あの結果的にあの会社に不利益をもたらすということになりますので、まあ、この方々っていうのはあの、まあ、事業部に、まあ、利益を上げる事業部あのそういったあの、まあ、対立と調和っていうんですか、ね、あのはい、あの冷静な目で見るっていうことが求められる。はい、なんか経営側からしてみたらね、なんか生産せえへんやつやから嫌やけどね。いや、そうですよね。いや、ね、うん、なんか、うん、そういう役割って常にありますけど。そうね。うん、ブレーキかける守りの方ね、うん、そうですね。だから多分このあのまあ大きい会社になると利益を上げる部分っていうのとは別にあの、まあ、コーポレート機能ところでこの倫理委員会を置いてこの事業部とは一個切り離したところにあるっていうのが重要なんでしょうね。うん、確かに。はい、はい、というような流れで、まあ、こういった組織の中というコンプライアンスオフィサーの仕事なんだなっていうふうに理解していただけたらなと。はい、はい、では、まとめで、まあ、今回コンプライアンス、まあ、コンプライアンス会、まあ、3回あったんですけども、まあ、それの最終回ということで、はい、まあ、ここのヒューマン・イン・ザ・ループのでまあ、コンプライアンスがかなり大きく関わってくるということになったとなります。はい。まあ、ね、注目、最初僕は、この、まあ、この YouTube を撮る前は、ここの、まあ、まあ、作り上げるところですね、ばっかり僕注目してたんですけど、まあ、この、YouTube の撮影を通じて、こちらのちゃんと、その、人間にとって幸せなものを提供っていうのがもうすでに考えられていて、本当に対立と合わせながら良いサービスを作るというような仕組みが必要なんだなという思いました。はい。なので、ですね、あとまああとこうコンプライアンスとかこの倫理っていうのは今世界各国もう覇権争いみたいになってるそうです。イギリスとかは EU ですね。そうか、イギリス無所脱退した。EU はもう AI 法をいち早くこう公表して、そこの AI に関する規制に関しては、まあ自分たちがナンバーワンだっていうような覇権を取ろうとしてて、で、中国は、まあ自国でいち早くそういうのを導入したりっていうような、そこでいかにリーダーシップ取るかっていうのが、今後の動きになる。です。まあ、一方でそういったコンプライアンスとか法案の部分がこう直近の進化についていけてないっていうようなことも各国の課題だそうです。つい最近ソラっていう動画生成のチャット GPT のコンテンツ出ましたけど、もうあんなのなんてすごすぎて本当にこういった法律とかでカバーしきれるのかっていうのは今後見ものかなっていうふうに、はい、どんどんああいうふうにこう生成 AI が発展していきながらもこっちの、倫理とかコンプライアンス成長していく、いけないということになります。はい、今後も注目していきましょう。はい、はい、
では、今日は以上で終わりたいと思います。あ、はい。はい。あと残すところ2回なんですけども。そうですね。あと何があるんですか？あとですね、パーソナリティデザイナーっていうのと、はい、あと、まあ、ラスボスの AI ソリューション開発者。ああ、なるほど。はい。まあ、どちらも、まあ、興味あり、面白いですね。もう AI ソリューション開発者なんて全体ですし、パーソナリティデザイナーは、こう、チャット GP で感情とか、あの個性を作っていくっていうところになるんで、ここも調べていきたいなと思って。いやいや、今日すごい分かりやすかったです。ありがとうございます。あ、本当ですか。はい。なんか、まあ、皆さん学びになればなと思います。まさみんの方からも何かないですか。分かりやすかったです、今回。あ、ありがとうございます。なるべくあのおっさんでも分かるようにということになっていけたら。まあ、俺おっさんやからね。あのまあ、パーゴンさんにこういうことやでっていうふうに教えて、ね、はい。ありがとうございます。残り2回。じゃあまた、次も楽しみにしております。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。あ、はい、本日はここまでっていうことです。はい、私ですね、生成 AI エヴァンジェリストとしてですね、生成 AI で道を切り開くっていうことで、365日365人の方と名刺交換挑戦中であります。よかったら名刺交換してくれる方いらっしゃったらご連絡ください。あとですね、ご質問とか疑問、相談事がある場合ですね、コメントいただくから、公式 LINE の方にご連絡ください。勉強会の方なんかもやっておりますので、LINE 登録していただきまして、勉強会に興味ありというふうに、一通いただきましたら、勉強会のご案内をお送りさせていただいております。お待ちしております。こんなおっさんがお待ちしております。はい。このチャンネルではですね、毎日朝7時に AI ニュースの方をお届けしております。その他にも、チャット GPT の内容とかですね、プロンプトエンジニアリングの内容とかですね、生成 AI の内容なんかもお届けしております。で、あとビジネスのお悩みとかも、こんな動画作ってくださいっていう方いらっしゃったら、コメントいただきましたら作っておりますので、もしよかったらご連絡ください。で、あとですね、AI ニュースパートナーとしてですね、相槌打っていただいて、AI のこと全く知らなくても、はいはい、ふんふん、みたいな感じでやっていただいたら、そういったようなパートナーを募集しております。よかったらご連絡ください。で、あとですね、ポッドキャストなんかもやっておりますので、こちらの方でもお聞きいただけますので、もしよかったらこちらの方もお聞きください。はい、こんな感じでですね、皆様のビジネスを応援するような動画を365日毎日、去年はですね、配信しまして、今年もなんか続いております。よかったらまた見てください。ありがとうございました。